本当に買ってよかったアンダーアーマー、バリバリの現役のアスリートということで、はい、栗原選手にご登場いただいたということです。ありがとうございます。よろしくお願いします。まずアンダーアーマーを着用したきっかけ、なんかそういったものがちょっともしあれば。僕大学の時に初めてアメフトのスパイク履いて、はい、ウェアはもともと着てたんですけど、はい、スパイクがちょうど出した頃なんですよ、はい、ドームが、はい、でその時にサンプルで僕履いてて、はい、めちゃくちゃ良かったんですよね。なんでそっからもアンダーアーマーを履くようになりましたね。着用し続けたいっていうのはもうそのやっぱスパイクの衝撃だった。そうですね、もともとウェアはもう物がいいの知ってたし、僕らって防具とかの下に着るんで、もうまさにアンダーアーマー、あの生地が他のものにはないものが多かったんで、そこはもう知ってたんですけど、スパイクがこんないいんだっていうのが結構衝撃だった、ね、じゃあそっからもうじゃあずっとアンダーアーマーを、はい、ありがとうございます、はい。そんな中、はい、ちょっと一点教えていただきたいなと。そうですね、僕が最近ハマってるのは、はい、僕今履いてるんですけど UFOG。 実際ちょっといいですか。ドンピシャでハマってますね。このシリーズは僕大好きで、ダドシューズって、まあ、世界的に流行ってきてる靴なのは知ってたんですけど、はい、でそれでアンダーアーマーから出るってなって、はい、もう速攻買ってるんですけど、まず他のブランドでも被らない、はい、そして目立つ、はい、インスタ映えとか結構そういうのが流行ってると思うんですけど、夜とかでフラッシュ、はいはい、撮るじゃないですか、はいはい、光反射して光るんですよね。それがめちゃくちゃかっこいいんで、なるほど、すごい気に入ってますね、はい、プラスずっと履いてて全然疲れないんで、日常で履いてても変に疲れること全く疲れないし、安定感あるんで歩きやすいし疲れないし、でカジュアルでもフォーマルでもいけるんで。フォーマルでもいけますねこれ。てかもう日常は UFOG だけで回してます。ちなみにちょっと奥様とこう合わせたりも。そうですね、ジャスティンのフォージすごい気に入ってるんで、はいはい、たまに街で待ち合わせすると被ります、はい、っていうのは日常でよくありますね。でも女性も履きやすいって言ってましたね。じゃあもうご夫婦で、僕ら街で会うとこれ履いてる率が高いですよっていうぐらい気に入ってます、はい、ありがとうございます。最高っすよこれは。